お仕事は映画館まだされてるんですか？ああ、売店の？やってます、やってます。多少慣れてきました。ああ、そうなんですね。よかった。この前すごかったもんね。すごかったね、この前ね。あ、焼けました？焼けましたよ。いただきます。あ、全部持ってっちゃって、もう。あ、すいません、すいません。まあまあまあ、まだあるから、お肉は。すいません、本当。うん、うまい。あ、そういえば真剣モトラマンどうだった？めっちゃ面白かったよ。うん、面白かった、面白かった。内容は？ネタバレはしないよ。映画見ましょうよ。あ、そうね、そうだね。でも面白かったですよ、ケモトラマン。あ、そうなんだ。へえ。あ、それも焼けました？あ、焼けた、焼けた。いただきます。いや、何全部持ってってるんですか、また。あ、焼けてるの全部持ってったな。あ、すみません、すみません。謝るけど、しっかり食べるんだな。謝るならやらないでね、もう。すみません。あ、タンも焼けたな。羊くん食べる？あ、いい？いただきます。だから何持ってってんのって、だから何持ってってんのって、だから。あ、すみません、つい、すみません。焼いたそばから全部食べちゃダメでしょってば。僕たちの分も残してくれないと。次は気をつけます。もう焼いてるのはこっちなんだから。まだ一口ぐらいしか食べてないよ、もう。あ、次カルビ焼こう、カルビ。あ、いいね、いいね。カルビいいね。やっぱりね、アナグマ監督の作品はいいね。ああ、そうなんだ、うん。ケモトラマン知らない人でも楽しめますよ。羊さんも見に行ったらいいじゃないですか。僕はネット配信で見るよ。あ、そうなの？劇場もいいけどな。ねえ。あ、カルビも焼けた。いや、全部取らないでってだから。すみません、でもちょっと食べ放題だしいいじゃないですか。いや、焼いたの僕たちも食べたいでしょ。次から次へと食べても。思いのほか食い意地張ってるな、狼さん。いや、本当にすみません。あの、なんか焼肉だとこう自分を抑えられなくて。抑えられない。抑えられないんだ。あ、狼の本能みたいな。じゃあ自分で焼きましょうよ。広いでしょ、この網。いやいや、でも他人の作った料理って美味しいじゃないですか。お焼肉でその理論展開するのは邪悪が過ぎるんじゃないですかね。ちょっとね、謝りながら。ほら、うん、トングあげるから自分で焼きましょう。ほら。まあまあ、じゃあ次は真剣モンライダーらしいんだけど、いつ頃になるのかな。あ、今日なんか言ってましたよ、上映日。ネコッターで。ちょっと待ってくださいね。え、本当に？あ、これこれ、ほら。ああ、本当だ。ポッポポ映画の公式、フォローまだしてないな、僕。しとこ。あ、お肉焼けてる。いや、だから、なんで全部持ってくの？大神さん？掘りまへん。いや、食べながら謝られてもしょうがないでしょ。もう分かっててやってますね。すみません、すみません、お返ししますね。いや、一度箸つけたものをいいですよ、食べてくださいよ。また焼きますから。いや、もう次焼きますけど、これは僕たちのですからね。え、あの焼くなら半分ぐらいはいただいてもいいですか？いや、たらふく食べたんだからいいじゃないですか。いや、その上半分って。え、まだそんな、まだ腹半分ぐらいしか。いやいやいや、食いしん坊ちゃんだな、おい。いや、結構大食いだったのか。うま、すみません。うま。だから食べないでくださいって言ったやつを。